皆さんこんにちは、吉丸でございます。2019年の5月の15日水曜日、今日はね2本目の動画になります。先ほど今回新イベントまとめたものを出しておりますので、よければそちらの方もチェックしてみてください。ちょっとね、竜王がですね、もう全く勝てないんですよ。で、これ27日までということなんですけれども、一体これ勝てる人が果たしているのか、まあ、すでに撃破している人もいるらしいんですけれども、これの竜王って5回戦わないといけないんですか？まだね、そこまでちょっと情報が、わかんないんですけど、ちょっとね、まあ、戦ったものもあるので、まあ、でもこれは本当によくわかってないんで、突っ込んだ時の様子でございます。はい。でまずね、竜王の方にね、なんていうのかな、スクルトと戦いの歌みたいなのが一気に入っちゃうんですよね。これ今入りましたよね。なのでダメージは通らないわ、敵の攻撃は強い。でこれを僕はちょっとね、まあ、波動で消そうかなと思って、ちょっとバッサーですね、というかね、なんていうのかな、状態上解除系のスキルが僕はあんま持ってないんですよね。ゴールドフィンガーとかもあるんですけど、まあちょうどバッサーが詰めたんで、そうですね。でこれいきなりピオラ上げもうまく入ったんですよ。なんですけれども、やっぱりちょっと波動までが遠い、先にね剣の前来ちゃうので、うん、減っちゃうんだよね、やっぱゲージがね。なのでその前に落ちていくっていうような感じでした。はい。なのでこう相手のバフ消しって、まあいろいろともっとあると思うんですけれども、そうですね、あまり現実的じゃないのかなというような気はしましたね。はい。でですね、まあ、これに関しましては戦ってみると竜王の強さっていうのは多分、今波動きたね、ちょっといやもう遅いよみたいなねことなんですよね。まあ、あとはまあ回復系連れていくかっていう話もあるんだけれども、もう一番手っ取り早いのがこれ、ボーナスがドラゴン系とゾンビ系という感じなんですよね。なのでもうそれで固めるのがもう一番いいらしいです。まあダメージも少なくなるし、与えるダメージも、上がるので、そうですね、そうするとまあ僕だったらこのシーザーとか、あとグレート、なんだっけ、バトレクか、バトレクとか持っていくといいのかなみたいな感じですかね。まあこれはちょっと一戦とりあえずやってみたっていう動画なんですけれども、そうですね、まああとなんかギガストで一気に落とすとか、まあいろいろと工夫して倒している方はいるみたいなんですけれども、いやこれはさ、だってあの例えば、まあじゃあ今得意のねドラゴン系とかゾンビ系とか、これから育てる人もいるわけですよね。そうなるとまあスカウトもしないといけない人もいるかもしれないし、スペシャルスカウトだったら持ってない人もいると思うし、そもそもまあスキル自体がね、まあ、持っていない方もいるとなると、まあ、気軽なレベルではないかなというちょっと気がしましたね。で、まあ、今そのモンスター闘技場のモチベーションっていうのが、まあ、ある程度あると思うんですね。星ドラユーザーのやっぱそれに見合ったような、なんていうのかな、コンテンツとは初日ではとても思えなかったんで、いやちょっとびっくりしてるんですけど、まあ本当にこれを打開できるようななんかスペシャルモンスターがこれから入るよとか、まあそういった意図だったらまたね、まあなんとかわかるんですけど、まあ、それもまだわかんないですからね。とにかく初日竜王戦やってみた感想としては、いやこれちょっとおかしくないかっていう、まあ強さですよね。で、まあこれからいろいろと攻略法とか確立されていくかもしれないですけれども、その攻略したことと同じことができないはずなんですよ。まあ同じモンスター持ってないかもしれないし、スキル持ってないかもしれない。これがやっぱちょっと問題かなっていうふうにね、思いました。はい。いや、ちょっとね、これ大丈夫なのかな、この本当強さでね。これ荒れたりしないんですかね。なんでこんな強くしちゃったんだろう。まあそれもね、ドラゴンクエストの日をなんか迎えてみると謎が解けるのかもわかんないんですけれどもね。でまあ報酬としては本がもらえますけど、あれはまあ絶対欲しいっていうわけではないですし、まあ今は性格ってさ、まあ状態異常解除に変える方が多いと思いますので、まあ、無理してね、まあ竜王戦わなくてもいいのかなとは思うんですけど、やっぱこういったイベントって入るとさ、それはクリアしたいじゃないですか。だけどそうですね、やっぱボコボコにされて終わるとなるとちょっとなんか悲しい気が
しますよね。はい。まあ、この竜王に関しては、まあ、またいろいろな情報も上がってくると思いますので、少し様子をね、見たいと思います。とにかく初日の 今の段階では、これありえねえっていうような強さなんで、ちょっとね、お話ししてみました。なんかいい情報がありましたら、よければ、Twitter から DM ください。では、この辺で終わりたいと思います。吉丸でした。さよなら。